空を見つめるかぐや姫の前に素敵な若者が現れました。私をいじめてみてくださいなと願うかぐや姫に、ピノキオは顔をあからめてうろたえます。僕は作者を復活させようかと。まあまあ、実は私もそうなのです。目的の一致を見た二人はとりあえず一緒に行動することにしました。兄様、やっつけて。かぐやと申します。お願いしますわね。あ、僕はピノキオです。あの、まずはどこに行きましょう。かぐやさんに決めていただければ。私は命令される方が好きなのですが。僕は誰かに決めてもらう方が楽なんですが。なんとか生き残れたみたいだね。ピノキオという殿方はとても見目は良いけれど、なんだかとても頼りない。かぐやさんはとても美しい人だけれど、引っ込み思案で困ります。巻き込まれたかったらどうぞ。とか生き残れたみたいだね。私は命令されたいのです。そのために
強い人を求めているのです。僕は誰かに決めてもらいたいんです。そのために強い人を求めているのです。あんな女大嫌い。なんとか生き残れたみたいだね。